どうも皆さんこんにちは、ジャックバスです。本日は、マリオットボンボイのキャンペーンを、さらっとね紹介するのと、9月14日から、とうとうねマリオットボンボイホテルの、オフピーク、ピーク、スタンダードっていう感じでね、ポイント数がね分かれるっていうのが昨年2018年にアナウンスがあったんですけども、今回ねやっと導入が9月14日からね始まるということで、まあ、そちらをねメインで紹介させていただきたいなと思って動画を撮っております。でまず、キャンペーンなんですけども、ちょっとねカンペを見ながら見ますね。で8月1日から10月の31日までに、アジアの太平洋地域の、マリオットボンボイ参加のねホテルに利用する、利用して、なおかつねそこで、1000ドルを利用するとまず1万ボーナスポイントがもらえます。でさらに、対象になる料金1000ドルを利用すると、さらに1万ポイントで合計2万ポイントがもらえるというキャンペーンです。でも、言った通りね1000ドルを2回記載があるので、合計2000ドルですよね。まあ、1ドルが100円だったとしても、20万の決済が必要ということになりますよね。ですので、まあ、こちらはまあこれからねその対象ホテルに利用予定の方、しかもそれが現金決済の方はね、もし利用予定がある方はねぜひこのキャンペーンね、乗っていただいて、ポイントを取得されるといいと思います。まあ、それでね2万ポイントもらえますので、こちらのキャンペーン自体は一応ね会員の方にメールが来てるみたいなんですけども、もしかしたらね来てない方はね今回ちょっとねごめんなさいっていう感じになっております。でこちらまでがちょっとキャンペーンの話で、次にマリオットボンボイの、オフピーク、スタンダード、ピークの導入についてですね。でまずですね、まず、ニューヨークからお話をさせていただくと、ニューヨークはですね、オフピーク、スタンダード、ピークっていう感じで、まあ、3段階に、まあ、どこも3段階に分かれるんですけども、ニューヨークの場合は結構ねはっきりとポイントが分かれます。でまず先日こちらのさ、チャンネルでね、紹介しているJW マリオットエセックスハウスっていうセントラルパークにあるね目の前にあるホテルで、カテゴリーが7のホテルなんですけども、こちらね通常だと、今ね8万5千ポイントだったんですよね、宿泊するのに8万5千ポイント、ごめんなさい嘘つきました、6万ポイント、今までが6万ポイントだったんですよね。それはもう何月に泊まろうが6万ポイントだったんですよね。クリスマスだろうが、年末年始の大晦日だろうが、8万や6万ポイントで宿泊できたんですけども、これがね、この3つの分かれることによってオフピークは5万ポイントで、通常が今まで通り6万ポイントで、ピーク時は7万ポイントということで、繁忙期はね7万ポイントに上がって、閑散期は5万ポイントまで落ちるっていう感じになるんですよね。で5万ポイント、まあ、まずオフピークの5万ポイントなんですけども、 SPG アメックスを持たれている方が、このマリオット系ね一番泊まられていると思うんですけども、 SPG アメックスをね、更新する際に5万円分のポイントがね、付与されますよね、無料宿泊券として。これは少ないポイント数で、のホテルに泊まるからといって5万ポイントがねお釣りが来るとかそういうものではなく、本当に 何ポイントであっても、5万ポイントまでのホテルだったら、泊まれますよっていう宿泊券がもらえます。で JW マリオットもね、オフピークはその年会費更新時にもらえる、無料宿泊券でね、今回オフピーク時であれば、利用できるんですよね。でまあ年会費が3万4000円ぐらいなんですけども、 SPG アメックスクレジットカードは。でもですね5万ポイントで、JW マリオってね宿泊できるということで、
JW マリオットは基本的にすごい高いホテルなんで、私が宿泊した時もまあまあ400後半ぐらいのドルはしたと思うんですよね。まあ、7月の頭で結構まだねホテルは安いシーズンであったにもかかわらずそのぐらいしたんで、まあ、SPG アメックスクレジットカードの、年会費の総裁って意味では、こういうね高いカテゴリーのホテルが、安く泊まれるかもしれないですね、このオフピークの導入によってね。で今回、私がね宿泊した、リッツカールトセンタルパークニューヨーク、こちらは今普段で8万5000ポイントで、オフピーク時は7万ポイントで、ピーク時はね10万ポイントということで、結構はっきり一気にドカンと上がりますよね。ですのでまあリッツカールトンに関してはまあちょっと今までとそんなに変わらないかなっていう感じですかね。ピーク時にはちょっと1泊10万ポイントなんで、まあ今まで8万5000ポイントで泊まれて、まあ先日私泊まってきましたけども、やはりねすごいのもそうなんですけども、宿泊費も1泊10万超えますので、まあそういう意味では8万5000ポイントで泊まれたのが逆に良かったのかなっていう感じまでしてきますかね、はい。で今回の、このピーク、オフピーク、スタンダードのね時期の導入によって、さりげなくねポイント数アップしてるホテルもねちょこちょこあるみたいで、ちょっと私がニューヨークで確認できたのは、シェラトンタイムズスクエアだけだったんですけども、先日ね、3日間だけニューヨークまた行ってきたんですけども、その時にね、1泊目はセント、リッツカールトで、2泊目にタイムズスクエアのね、シェラトン泊まってきたんですけども、私が先週行った時、先々週行った時はまだ3万5000ポイントで1泊宿泊できたんですよね。で今も検索するとまだ3万5000ポイントで出てくるんですけども、この9月14日以降の、マリオットから出てるねサイトの情報を見るとですね、どうやらスタンダードの時期でも5万ポイントっていうことで、さりげなくね1万5000ポイントアップしてるんですよね。もしかしたら他のホテルでもこういうどさくさに紛れた、カテゴリーアップなのか、ただ単に、ポイント数が今まで少なかったから上げましたみたいな感じなのかちょっと分かんないですけども、シェラトンタイムズスクエアに至っては今まで3万5000ポイントだったのが、オフピーク時でも4万ポイント、スタンダード時期で5万ポイント、ピーク時には6万ポイントまで上がるということで、こういうのもねあるみたいなんで、それもね頭入れといてください。で先ほどね、マリオットボンボイの、SPG クレジット、 SPG アメックスクレジットカードの、年会費でね総裁でもらえる、無料宿泊券5万円分のポイントで、オフピーク時でしたらニューヨークでね先ほど言った JW マリオットも泊まれますし、W ニューヨークタイムズスクエア、 W ニューヨークユニオンスクエア、こちらもねカテゴリーが7、 JW マリオと同じようなカテゴリーで、私ちょっとねまだ宿泊したことはないんですけども、すごいデザインホテルで、こちらもね結構豪華だと聞いております。そちらもねオフピーク時でしたら5万ポイントでね、その SPG クレジットカードの、無料宿泊券でね宿泊することも可能となります。まあ、このオフピーク、ピーク、スタンダードの導入は本当にそのオフピークの期間がどれだけあるのかで、ピーク時がどれぐらいあるのかっていうので、正直、すごくいい変更なのかちょっといまいちな変更なのかはね、ちょっとなってみないと分かんない部分が多いですよね。すごいねオフピークのシーズンがね、まあありえないと思うんですけども、オフピークのシーズンがある程度あればとてもいい変更なんですけども、ピークばっかりになったらねちょっとこれはって感じになりかねないかもしれないですね。で次にね日本国内なんですけども、日本国内もですね、5万ポイントの、無料宿泊券でね、SPG アメックスの無料宿泊券で泊まれる、ホテルがねこれから増えます。で、まあ、もちろんオフピークでね、で対象のホテルはリッツカールトン沖縄、リッツカールトン大阪で、あとねセントレディスの大阪、
あと、ウェスティンの、こちら北海道のウェスティンですね、こちらも、5万ポイントということで、今までね、今言ったホテルは今ずっと6万ポイントで、1泊無料で宿泊できるホテルだったんですけども、でも6万ポイントっていうのは先ほど言ったように SPG アメックスのね無料宿泊券に足して利用したりはできないので、だからもうさらちから6万ポイント貯めなきゃいけなかったんですけども、今回このオフピークが入ることによって今言った、ホテルはオフピークであればその年会費の更新のね無料宿泊券で宿泊することが可能です。ですので、9月の14日以降ね、まあ、どのぐらいの期間で、5万ポイントオフピークのシーズンがね設定されるかによって、この SPG クレジットカード持っている方もねとても気になる変更となると思います。まあ、ちょっとねこればっかりはなってみないと分かんないんで、まあ、要はね、期待っていう感じなんですけども、私個人としては、オフピークのシーズンがねたくさんあれば本当にありがたいなと思うんですけども、実際は結構厳しいんじゃないかなと思っております。まあ、オフピークっていうぐらいなんで、まあ、閑散期って意味だと思うんですよね。ですのでそんなにね、期間自体はね多くない気はしますよね。まあ、でもね、高級ホテルがね年会費更新だけの金額で、無料宿泊できるっていうのはねある意味、いい話ですからね、私もね、ちょうど8月にクレジットカード更新ですので、おそらく10月ぐらいには、その無料宿泊券がね、付与されると思いますので、ニューヨークで使うか、これ日本国内で使うかはねちょっと今検討中なんですけども、でも5万ポイントでリッツ・カールトンとかね国内で泊まれるんであればねちょっと狙っていきたいなっていう気持ちもあるのも事実ですね。いかがだったでしょうか。今回は、マリオットのキャンペーンをね一応さらっと紹介したのと、もう一つはね9月14日から始まる、マリオットボンボイのねオフピーク、スタンダード、ピークのね、ポイント数がね分かれるっていうのをねお話しさせていただきました。でマリオットのね公式サイトに見ると、ポイントと現金でね宿泊するのがお得ですよみたいなね YouTube がねあの公式の YouTube があるんですけども、それも正直、なってみないと、どのぐらいの現金とどのぐらいのポイント数がね必要なのかねいまいちよく分かんないんで、まあ、そちらもねお得なのであればちょっと楽しみにしたい部分ではありますね。まあ、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った、面白かった方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。